メープルです。今日はこちら、この素敵な箱に入っているパッド・マクグラス・ラブスの、マザーシップ、 Q のヒュートピー&ドリーム、多分ヒュートピー&ドリームって読むんだと思うんですけど、私ヒュートピアンっていう単語ちょっと知らないので、これね、もしかしたらパッドで作った言葉かもしれないんですが、すごいね、可愛い色が揃ってるんですよ。このパレットを使ってね、メイクをしました。配色自体がね、すごい可愛いので、パッドってこういう可愛い色も出すんだなって思って、これがね、発売になった時はもうすぐキューって思って、発売日を待って購入した記憶があります。その後ね、10、11と2つ発売されてるんですが、その10、11はそんなに惹かれなかったので、私がね、持ってる中では Q がこのパレットがね、一番新しいパレットです。10、11はね、多分もうちょっと落ち着いた感じで、パッドのね、このマザーシップの中では一番可愛らしいパレットなんじゃないかなと思います。そんな可愛らしいパレットでメイクしてるので、最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。それではメイクスタート。
チャンネルメイクできました。今日は、パッド・マクグラス・ラブスのマザーシップの9ヒュートピアン・ドリーム、ちょっとヒュートピアンっていう単語ちょっと私は聞いたことはないので、もしかしたら造語かもしれないです。ご存知の方が、ね、いらっしゃったら教えてください。9番のヒュートピアン・ドリームでメイクをしてみました。仕上がりはにね、結構カラーたくさん使ったので、マスカラとかアイライナーとかアイブロウはね、控えめな色っていうかスタンダードな、ね、色にしました。でね、リップもヌード系の、ね、色にしてみました。久々にリップペンシルをね使ってみました。マットリップで割とね輪郭きっちりやると老けた印象になりがちなので、私はこうブラシでねぼかすことが多かったんですけど、久々にねリップペンシルを使って、いつもより私口がねすごいちっちゃいので、芯のね太さの分だけちょっとこうオーバーリップにね描いてみたんですけど、それだけでもねいつもの感じと印象変わりました。画面からね伝わってるかどうかわかんないんですけど、自分ではねやっぱりちょっとね違うなって思います。やっぱりねリップペンシルで範囲が決まってる方がリップね塗りやすいですね。なんかここまでっていうのが発見してるので、すごいね塗りやすかったです。今日はね、マスカラとアイライナーがトゥーフェイスドとシャネルだったので、それ以外はねパッドのを使いました。でリップはこれねマットリップです。パッドのねリップで一番最初にね買ったリップがこの色でした。黒のねパケで唇のねこういう飾りがついてるのがマットリップになります。ヌード系のねカラーなんですけど、顔色がね悪くならずに楽しめるねカラーなので、パッドのマットのリップの中ではこの色が一番好きです。でチークもねこの色が一番大好きで、カラーのね名前からヌードヴィーナスっていう色なんですけど、メイク途中でもね装置出したんですが、すごいね使いやすくてどんなメイクにでもね合うので、もしねチークどれから買おうかなって思ってて迷ってらっしゃる方いたら、このヌードヴィーナスっていう色ねおすすめです。ハイライトはねこれちょっとねゴールドパケで、多分ね去年か一昨年のホリデーだったと思うんですけど、このエンボスとこのローズゴールドのね色を見た時に、これは絶対欲しいなと思って購入しました。私の中でねパッドのイメージってこう割とこうギラギラのド派手っていうイメージがあったんですけど、ハイライトは本当に上品なツヤでとってもね綺麗なので、あとはハイライトもおすすめです。あ、そうだリップで言うの忘れてたけど、つけるかどうかねこれ迷って、結局ねここの中央の輪郭の部分につけてみたんですけど、やっぱりね今日のメイクには目元もカラーがあってギラギラキラキラが割と派手だったので、グロスとかは使わずにマットでねいいかなと思って、髪をねセットしながらもう一回ねマットで塗り直しました。私が持ってるパッド のマザーシップの中で一番使いやすいなと思ってるのは7のデバインローズが一番使いやすいかなと思うんですけど、見た感じの可愛さで言ったらこの9番のヒュートピアドリームがね一番可愛いんじゃないかなと思います。ここはマットブラウンで、ここはマットのねくすみローズカラーなんですけど、その他はね本当ここだったりここだったりが変更で、もうキラキラの可愛い色なので、一番ね私が持ってる中では可愛いんじゃないかなと思います。あとねメイク途中にアイハーブからねこれ届いたんですけど、セールのねお知らせいただいてて、特に買うものないかなと思ってたんですけど、そういえばエルフのチークブラシ一つあったけど使いやすかったなと思って、今回ね追加購入しました。これねエルフのこれねチークブラシ4本、1本持ってたんですが、ブラシの肌触りも良くてすごいね使いやすいんですよ。これとこれエコツールのねフェイスブラシです。これもね今2本使ってるんですが、ブラシの部分がすごいね大きめで使いやすくて、またね4本追加しました。これもね追加したんですけど、これはパウダーファンデーション用のブラシ、これ今使ってるブラシなんですけど、すごいね毛が密集っていうか、すごい毛の密度がすごくって、フェイスパウダーのねブラシとして
使ってます。特にね、こういう この辺の毛穴とか気になるときに、これでくる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 ってすると気にならなくなるので重宝してます。ブラシ割とね、ずっと使いがちだけど、摩擦を起こすものなので、できるだけね、肌に負担がないようにと思って、ちょっとでもなんかチクチクするなって思ったら変えるようにしてます。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方は、グッドボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。